アマミハナ花キガエルは、両性子無比木赤ガエルか匂いガエル族に分類されるカエル。日本に分布する固有種。種小名アマミンシスは、アマミさんのノイで、和名や英名と同義。体長は、オスが5.6から6.9センチメートル、メスが6.8から10.1センチメートル。獅は、やや長く。 甲子を体に沿って前方に伸ばすと足首の関節が分担よりも前方に達する。卵は直径 0.3cm で、色彩は単光色。妖精は全長2.7から 2.8cm。頭頭頭部は細長く、尾は太くて長く、竹が低い。体色は黒か色で光沢のある黄色い斑点が入る。産地にある 上緑紅用樹林内を流れる渓流の周辺に生息する。繁殖形態は卵生。14五5月に渓流内にある滝壺や淵の石の下などに卵を産む。野生下では後、8月に落ち葉が堆積した淵で陽性の発見例がある。飼育下では孵化してから108日で上陸した例がある。開発による生息地の破壊や水質汚染などにより、 生息数は減少している。絶滅危惧痛類鹿児島県では指定天然記念物となっている。ありがとうございます。